a m b h グリーンウェル民族植物園内の説明図。a m b h グリーンウェル民族植物園はアメリカ合衆国ハワイ州、ハワイ島にあるハワイ人の文化と植物の相互関係を自然の中で展示する施設である。a m b h グリーンウェル民族植物園は略称、グリーンウェル植物園、俗称、ハワイ民族植物園でアメリカ合衆国ハワイ州。 ハワイ島にあるハワイ人の文化と植物の相互関係を自然の中で展示する施設である。ビショップ博物館に所属していて、英文の正式名称は、この施設を寄贈したハワイ島の資産家であるグリーンワル家のエミー・ブー・エイチ、グリーンワルの名前を冠している。この植物園の駐車場では、毎週日曜日にサウスコナ・グリーンマーケットが開かれている。 2016年1月以降閉鎖されている。ハワイ島西部のカエルアコナから、ハワイ州道11号線を南へ下った、キャプテンクックにある、a m b h グリーンウェル民族植物園に、ついて a m b h グリーンウェル民族植物園が1月で、閉鎖 a m b h グリーンワルエススノボタニカルガーデン。ありがとうございます。